こんにちは。今回の担当のゆうすけです。私は横浜で開業している鍼灸師です。さて今回を何をご紹介したいかと言いますと、もぐさについてです。特に細いもぐさ四条灸についてです。皆さんは呼吸をどれぐらい治療に活用していますか？もぐさは針と同様にとても役に立つ道具です。針と呼吸を一緒に使えるようになれば治療の幅はより広いものになるでしょう。なのでこれから細く繊細な呼吸をどのように作るのかを学んでもらいたいと思います。まず皆さんが初めて練習で作るサイズはだいたいこれぐらいなのではないでしょうか。日本での一般的なサイズは2番目かもしくはこの3つ目ぐらいです。これからお見せする2つの呼吸が私が普段使っている一般的なサイズです。ぜひ真剣に練習してみてください。皆さんもきっとできるようになると思いますよ。さて最初からこのように細くひねるのは難しいかと思いますので、練習の際には吸点紙を使うことをお勧めします。吸点紙は皮膚への熱感を和らげることができます。それではこの上に細いお灸をしてみましょう。火をつけて最後まで焼き切ります。さてこれを剥がしてみますね。どうでしょうか。細いお灸でもこのように火傷することなしに熱が伝わったことを示すピンク色の発石が見られると思います。横からのアングルです。どうでしたか。それでは次からはもぐさをどのように小さく細くひねるのかのコツを説明していきましょう。さよなら。